どうものりごとです。本日6月21日月曜日、1年に一度のプライム会員のためのセール、アマゾンのプライムデーということで、今日は欲しいものリストに入れているものだったり、最近買おうと思ったけどプライムデーにまとめて買おうと思ったものだったり、セールになってたらというものをチェックしながら買い物をしたいなと思います。僕の今のアマゾンの欲しいものリストを見ていきながらご紹介していきがてら、カートに入れて買っていきたいなと。まず今一番欲しいのが自宅用のモニター、 MacBook Air、 M1 の MacBook Air に接続して USB-C 接続で充電給電ができる 4K の27インチぐらいのものが欲しいなということで、今いろいろと検討してるんですが、 27UP850 もしくは ASUS の PA279CVJ もしくは DELL の U2720QM あたりで買いたいなと思ってるんですが、ここら辺は安くなってないかな、セールでは。でそれに伴って自宅でももうちょっと快適にもうちょっと仕事をできればということで、 QNAP かシノロジーのネットワークストレージ NAS を導入したいな、しようかなと、数米ぐらいで今検討してるんですが、これも特に安くはなってないですね、 Amazon セールで。あ、これは買っとこうとりあえず。これは多分何もセールでも安くのもなってないんですが、ハシクラのハシマツカン雲色という、これは買おうと思っていて、奥さんと行って夕暮れ色、こんなライトも可愛いかなと、充電式のテーブルライト、コードレスも1万5000円高いからちょっとこれは見合わせとこうかな。で最近アンカーから出た、シリコンケース12プロ、これ今ずっと裸で使ってるんですけど、これのケース買ってみようかな、ダークブルー。あ、これも安くなってるから買っとこう。バーライト、モニターにつけるバーライト、これも買ってみよう。プライムデーセールになってるわ、これは1000円引き。でモニターと一緒にモニターアームも買おうかどうかと思ってるんですが、エルゴトロンのデスクマウントモニターアーム、定評の定番のブラックはセールになっていてちょっと安くなってるけど、ホワイトはだってないな。モニターとアームはちょっともう一回今買わなくてもいいかな。で一緒にというかクラムシェルモードで M1MacBook 運用しようと思ってるんですが、それのためのスタンド、12サウスのスタンド、これも特に安くなってるわけじゃないですね。あ、これ安くなってるね。マグセーフ対応の、車用の車載用車載の充電器ちょっと買ってみよう。安くなってるし。で家のデスク用に、ワイヤレス充電器、iPhone と Apple Watch と AirPods 3つ充電できるのが欲しいなと思って欲しいものリストに入れてるんですが、ベルキンのやつは高いな、やっぱり14,600円。あ、プライムデーセールでちょっとだけ安くなってるのか、 10% オフ。こっちにしようかな。 3-in-1 の充電器、5,500円の 10% オフ。お、これも安くなってる。Fire TV の AC 電源を利用せずにテレビ内の USB から給電できるようなアイテム、試してみたかったんですがセールになってるんでこれも買ってみよう。1,670円。これはプライムセールでっていうことじゃないけど買っとこうかな。どこでも下地、石膏ボードを固めて下地に簡単にできるというアイテム。お、ビデオマイク、単一指向性から双方向性に両面カメラ側とカメラの向こう側両方にマイクがついた、5000円ぐらいだったんで、かなり5800円だったのが 55% オフ、プライム。ちょっとずっと気になっていってたんで入れよう。これも一番有力候補だったモニターは全くセール価格になってないですね。やっぱ売れ筋なのかな。 4K モニター出るの U2720 ずっと迷って、ずっと買いたくても買えないレゴのランドローバーディフェンダー、まあ、これはちょっとこれもまあ検討だな。
もう2020年の8月からずっと履いてて変えてない。カッティングマシン、データ通りに紙だったりをカットしてくれるマシン。細かいものをこちょこちょだな。で、買う際に昨日準備しておいたんですが、お得に買える方法ということで、ギフト券、5000円のギフト券を送ると500円のこのプライムセールで使える金券が、このコードが送られてくるということで、自分宛の5000円の Amazon のギフト券を買うといいということで、プライムセールで5000円以上物を買うということであれば 10% 金券がつくんで、確実に得になるという。もう昨日5000円分買っておいて、ギフト券にチャージしておいたんですが、やっておくといいと思います。お得情報。買う前に、お得なギフト券チャージで最大 3% ポイントプレゼントっていうのもあるんで、もう買うもの、買う金額も決まっていれば、僕は今2万6000円なんで、今5000円チャージしていて、あと2万円ぐらいなんで、2万円1回チャージして、そのチャージ金額で買うと、ポイント付与率が 2% で、プライム会員であればちょっとだけお得に買えるということで、これで買いたいと思います。2万1000円分買うか、ギフト券ということで、ついでにコンビニで買い物がてら支払ってきます。セブンイレブン、よいしょ、アマゾンのギフト券も支払ってきました。で、チャージされているので、これで買おう。昨日追加したギフトカードが5000円と、今支払った2万1000円で、あ、そうだ、で、この5000円のギフトカードので忘れずに500円のクーポン、届いてるクーポン適用して、買ったのは Fire TV の USB から充電できるやつ、双方向のビデオマイクと車載のマグセーフ対応の充電器、発信2本、どこでも下地、バーライト、モニターライトに 3-in-1 のワイヤレス充電器に、両面背景紙にアンカーのシリコンケース、ポスターフレーム、よし、 OK、 よし、また届いたら紹介したいと思いますが、基本的に、セールの買い物は、欲しかったものが安くなっていればという感じで買うようにしています。再現なくなってしまうので、これも安くなってるとか言ってると再現がなくなってしまうので、欲しいものリストにあらかじめ入れてあるものだったり、欲しかったものだったりで、安くなっていたらという感じで買うようにしています。また届いたら紹介したいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ちょこちょこと小物がちょこちょこと買えて満足です。